みんなと一緒の時は何の違和感もなかったけど、ホタルンが好きそうな話題ってなんだ？おしゃれとかかな？全く話浮かばない。あのさ、ホタルン。はい、何ですか？ホタルン、プリティキュットってアニメ見たことある？あ、見てましたよ。昔やってたやつですね。愛と正義の美少女ファイター、プリティキュット誕生だっぷり。あ、プリティキュットの決め台詞。バンバンバン。私の真の名はダーティーキュット。お前らなどギットンギットンの。ぺったんにしてポイしてくれるプリ。あ、最終回のプリティキュットだ。面白かったよね、あれ。懐かしい。あれ最後の敵が主人公でびっくりしちゃいました。そうそう、最後正体表すんだよね。でも私それは最終回付近の方しか見てなくて、その後やってたトゥインクルシスターズってあったじゃないですか。ああ、私プリティキュットも好きなんですけど、あれが一番好きなんです。あ、へえ。夏美先輩、どのキャラが好きでした？あ、私はトゥインクルブラックが好きだったんですけど、ほら、いつもは主人公と距離を置いてるんですけど、ものすごく強くて、ちょっと憧れてた時もあって。ああ。どうしよう。邪悪な存在は、私が黒に塗りつぶす！ホタルンがノリノリすぎて、題名しか知らないって言いにくい。なんとか話題変えないと。あのツインクル星に行く話が。そうだホタル。何ですか？そういえばカズ姉がさ、オレンジに変身する夕日カズ、主人公の先輩。アニメにもカズ姉いた。夏美先輩はオレンジ派ですか？姉御肌でかっこよかったですもんね。夏美先輩が好きなのもわかるかも。わかられちゃったよ。うち全くわからないのにわかられちゃったよ。そうかな。ちょっと話は変わるけど、上履き新しいのに変えてさ。そうそう、オレンジは突っ込むとき絶対上履きで頭叩くんですよね。パコーンって。ボロボロにしちゃって、途中で新しい上履きに変えてましたっけ。昨日テレビ見てたらさ。あ、夏美先輩も昨日の再放送見ました？私も懐かしくてつい見ちゃいました。あ、いや、ラーメン番組を。あの暗黒太陽神ラーメンディプトスとの戦い、熱かったですよね。オレンジの一番の見せどころでしたし。でもうちオレンジも好きだけど、やっぱりピンクかな。え、ピンクなんていましたっけ？あ、いや、ピンクっていうかレッド。そうそう、レッド主人公の。主人公はグリーンですけど。ごめん、そのアニメ見たことない。